てある。気をつけなさいって。すごい。金渓山左に2キロって書いてあります。武田信玄釣り絞り跡。はい、到着でーす。ここは武田信玄の隠し金山跡の金渓鉱山です。ここが釣り絞りの跡です。この露天掘りがありますので、この上に行ってみます。じゃあ行こう。まっすぐね。あそこ白い看板あるじゃん、なんか多分あそこだぞ。ここが吊り絞り露天掘りの跡ですね。見て見て見て、この辺にいっぱい穴がある。これ全部露天掘りの跡ですね。すごい、ボッコンボッコン穴開いてる。穴が十何個くらい開いてますね。すごい。はい、林道に戻ってきました。車を止めたすぐ脇に人跡があります。ここを下に降りて沢に下ってきます。あ、道がちゃんとつながってますね。ちょうどこの車の真下ですね。車を置いた真下にずっと道がつながってます。じゃあここを引き続き歩いてきます。車を置いたところから山道を50メートルぐらい降りてきました。沢のちょっと上の方になんか石碑がありますので、そこを見に行きます。こっちだ。でちょっと気をつけてよ、ここ。おお、なんかいろいろ石が落ちてるな。あった。え、何が？よいしょ。え、どこ？え、どこある？あ、ほんとだー。あったあったあった。すごい、5ミリから1センチぐらいの水晶が10本ぐらいついてます。お、ここなんかあるぞ。山道を50メーターぐらい下ってきたところに石碑がありますね。あ、これが不動明王の碑ですね。それでは沢の方に下っていきます。ここが昔の金山の事務所跡みたいですね。平場がずっと広がってます。なんかいっぱい落ちてんな、ここ。この辺にはなんかないのかな。川にはなんか別段建築みたいなのはないな。え、ドリルの石？ちょっと待って、どれ？おー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 、ほんとだ、緑色だね。ほんとほんと、これクロムかなんかを含んだ石ですかね。結構緑っぽいです。次はこの事務所跡の平場の対岸の上の方に露頭があるらしいので、今からそこに登ってきます。ここは浅い沢を渡るので長靴があった方がいいかと思います。どこに露頭があるんだろう。さっきの平場から沢を越えて40メートルぐらい登ってきました。ここになんか縦坑みたいのがありますね。それではこの縦坑の左側の小高い丘、その丘の向こうに露頭があるらしいので登ってきます。
はい、気をつけてよ。さっきの縦坑から15メートルは登ってきました。じゃあここを少し下ると下に露頭がありますので、今から下に下ります。下ね、ひどき、どこなんだろうな。ん、ここだ。おお、こうなるからね、ひどき気をつけてよ、ここ。ん、どこだろう。あ、なんか岩がある、そこじゃん、露頭。じゃあそっち行ってみよう。これか。あ、これだ。これが多分露頭ですね。ありました。ここの露頭の2メーターぐらい上に水車いっぱいついてますね。すごいな、水晶がいっぱいついてます。あー、なんか緑色の石も落ちてる。多分この辺ですね。それではここを探索します。パパ、あった、あった。どれ、この辺で。おー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 、ちゃんと見える。うん、ひでくん、水晶まず1個発見です。イエーイ。そう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 、ひでき、そうやって落ち葉を一回かいて、落ち葉の下にこんな風にほら石がいっぱい眠ってるからさ、ほらね、ね、こうやってあるでしょ、いっぱい石が。何これ。あ、水晶じゃん、お前すごいね。勝手っこうかなんかに包まれてる水晶がいっぱい立ってます。ママ、なんかあった。水晶の塊。あ、ほんとだ、細い水晶がいっぱい入ってますね。ん、あった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 。はい、パパも発見ですね。結構大きな水晶入ってますね。この露頭の下をじっくり探すと分離結晶がいっぱい落ちてます。この露頭付近の探索も終わったんで、ここを降りて沢に向かいます。気をつけてよ、ここ。このズリみたいに石がいっぱいあるからズズズズってなるからね。はい、途中で、はい、誰かのトンカチ発見ですね。まだ新しいぞ、このトンカチ。これ置いてきまーす。うん、なんかすごいな。なんか緑色の石がある。なんだこれ。露頭から10メートルぐらい下に、このすごい緑色の、これクロムシロウンモの露頭ですかね。なんかすっごいのがありますね。パパ、ん、これは、これ何、これ石英の露頭だ。まあ、ようめっけたね。水晶なりかけ、水晶いる、水晶いない。あ、水晶あったあったあった、ここにあった。水晶の露頭発見ですね。2センチから3センチの水晶いっぱいついてます。すげー。あ、ここにも水晶がある。すごいね、この岩。どこ、これ。おお。ここも衝動がある。この岩すげーな、水晶だらけだ。落ちてた。どれ、これ。2センチぐらいの分離結晶、ひでくん発見です。いい、でもあった。あ、すごいじゃん。あ、すごい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 。細い、細いけど。1センチから3センチぐらいの水晶ですね。この辺にはすごい濃い緑色のクロムシロウンモがいっぱい落ちてます。すごいね、この色。すごい。
緑色の石の露頭の近くでも水晶がいっぱい落ちてました。すごいな、これも勝手っ甲かなんかに包まれてる真っ黒い水晶がいっぱい立ってます。これでこの露頭下の探索は終了します。沢に降りてきました。じゃあこの沢を登っていくと先ほどの事務所跡に着きますので、沢を登ってきます。ああ無事生還。はい、お疲れさんでした、アイデック。楽しかったね。それではこの金鉱鉱山の探索は終了します。エスカロー、同じ道を登って帰ります。